ただいまより本日のメインイベントを行います。青コーナーよりゴールドテンタスティンスーパーブルーベイダーカズト組の入場です。メインイベント6人タッグマッチ60分一本勝負、青コーナー 175cm 85kg ゴールドテンタスティン、金の卵ゴールドテンタスティン 180cm 120kg スーパーブルーベイダー、皇帝肥満選手スーパーブルーベイダー、初代 KWF タッグ王者 172cm 73kg カズトエゴイスト、カズト、赤コーナー 165cm 60kg 天草チェーロー、東京無理の橋天草チェロ、第51代 KWF インターヘビー級王者 179cm 73kg スモクリ名人鉄夫、スーパーモデルスモクリ名人鉄夫、初代 KWF タッグ王者 176cm 70kg レストラーデー、襲撃特殊法レストラでレフェリービーナス、レフェリーのアンチがいますね、どこかいるんです、おそらく、はい、初めてレフェリー帰ったら試合にならないんで、アンチ熊本なんて言いませんけど、みんな大好きです熊本ダンス、私も今回で熊本大好きになりました、よっしゃ、さあメインイベントお客様も一緒に盛り上がって参りましょう。先発を掛けているのはゴールドテンタスティンと天草チェロです。ああ、違う。ベイダー、ベイダー、ベイダー。ベイダー、おそらくこのリング上で一番
すごい体格差ですね。いやこれあのバービー人形シルバリアファミリーの人があるんじゃないですか。動物はですね、自分を大きく見せるために体を大きく見せると言いますけれども、シェイクアップ姿勢が、さあ、始まりました。ここはですね、さあ、しかしですね、アマチュアチロ銀色の勝利勝ちの方ですね。大丈夫です、顔面をもう握りつぶされようとしてますけど、そうなんですよ、あのまま握りつぶされて首から上がなくなって試合が終わるという可能性もありますね。おー、これよ、さあ、と、さあ、おりゃそうですね、そうこういったアマチュアチロしかしですね、天草次郎普段ですね、はい、公務員で、なかなか国企業に所属しておりますので、素晴らしい動きでですね、なんとか動きを翻弄していきたいですね。そうですね、明日もお仕事ですので、ね、さあ明日仕事というこの男に、さああまりに容赦ない新一なんじゃないでしょうか。おっと、これが飛び出て、さあ入ってきた、下から来るんかいと、ゴールドテープ一番の若手ですね。そうですね、やはりあの腰元のですね、はい、あの緑色のスパッツがチョイミスしているところがですね、あれが流行るという、いやー、これはパンツを見せないとなんか気が済まないんですか、ね、気が済まない、毎試合出てるんですよ、ですね、あ、なるほど、毎試合出てる、毎試合出てるんですよ。さあ、女性のハミパンは聞いたことがありますが、男性のハミパンは聞いたことがない。さあ、ゴールドテンタステイ、彼は今何年生なんですか。彼は今2年生。あ、2年生、はい、2年生で金の卵ですよ、金の卵。なるほど、さあ、無事孵化できるのか。あ、倉庫いきなりですね、顔面をドロップキックを捉えて、おっと出てきましたよ。これが現学生チャンピオンですか。そうです、チャンピオン、スモグリ名人鉄道選手です、ね、なんかさっきあのスモグリ名人選手ですね、はい、スーパーモデルと言われてましたけど、ね、はいはい、プロレス以外にモデルもやってるんです、はい、モデルやってるんですか。モデルをやっていてですね、ということはモデルということですか。いや、そうなんですよ。なるほど、ムカつくんで、さあ、そうですね、なんか嫌ですよね。そうなんですよ、なんか嫌ですよね、なんか嫌なん、それに尽きるんですよね。さあ、私は今ですね、今のパーソナル情報を聞いてですね、はい、さあ、ゴールドテンタスティンの方にですね、非常に応援が高くなります。あと、これ、ちょっとテンタスティン見捨てません。あ、なるほど、おっとおっと言ってる間にですね、テンタスティンの、さあ、後頭部に鋭いエルボーですね。あの、やはり鉄道選手ですね、はい、あの長い手足を生かしたですね、そうですね、打撃が非常に強烈ですね、はい。さあ、太い腕から繰り出す打撃もですね、重さが乗って非常に辛いところもありますけれども、あの長い腕から繰り出されるですね、鞭のようにしなる打撃に強力ですからね。おっと、そして出てきましたよ、出てきた、これが現タッグチャンピオン。そうですよ、何ですか。はい、で面白いのが、はいはい、赤コーナーのベスタが、ね、チャンピオンなんですけ ど、 なるほど、青コーナーの今タッチしたカズトとタッグチャンピオンなんですよ。なるほど、なので今日タッグチャンピオン同士が戦ってるんですよ、はいはい、今。あ、すごいことですね、はい、ということはお互いに手の内側をもう知り尽くしているんですか。さあ、お互いその、さあ、針の穴を通すような穴に、さあ、さあ、戦術、さあ、機械のように狙っていく、さあ、お互いの弱点に知り尽くしている男2人の、さあ、あまりに素早い攻防でですね、はい、さあ、一体化するかと思います。いや、本当に、さあ、おっと、これは腕を決めているんですか。腕ですね、これ。なるほど、さあ、もう素早すぎて、はいはい、ザ・ワールドしてくださいよ、今ですか。早かったですよ、ね、きっと後で怒られるんですよ。怒られるんですね、やめておきましょう。さあ、倉庫に行くのはですね、カズト選手、非常にこの超キーパーですね、苦しい苦しい表情です。あの2人だけでなんかうどんをこねてるようなスタンピングでした。そうですね。さあ、おっと、ここで出てきたのが天草次郎。さあ、スピードオープンして、おっと、何を狙っていくか、ロープに振ってドラップキック、いいですね。さあ、若干胸を蹴り下ろしていったような感じで、そしてボディ、すごい軽々と上げていきました。そうですね。そして身を落としていった。さあ、膝の硬い部分をですね、はい、あんな顎に当てちゃうといけないですからね。やばい、あーっと、そんな言ってるうちにナックル、これいいんですか。ナックル、これ実は反則ですからね。反則ですからね。さあ、一応レフェリーも注意はしますけれども、さあ、明日は我が身ですからね。そうですね、レフェリーも暴行されたら怖いですから、あんまり強くは言えませんね。
来た入ってた金の卵やっと緊張が解けてきた顔をしてた、ね、そうですね。もう先ほどまではの黒目が小さすぎましたね。そうですね、緊張から黒目が小さすぎる俺はゴールド点達成。ブリスラム、そしてあ得意の転がる攻撃ですね。そしてブリンプレス、いいですよ、やはりですね、意外と声が高いのがですね、ポイントですね、はい、さあ、そしてここはフライングフィンガーから何を狙っていくのか。さあ、テンタシティ選手、はいはい、うわーとか、はい、うわーとか、なるほど、なんか、ひらがなで表しそうなことを言うんですよ。ほぼ鳥類、そうなんですよね。さあ、渡り鳥、ゴールドテンタシティがここで、さあ、立ち上げられていったところで、さあ、やはりですね、天草地の、さあ、力戦のですね、こう余裕があると言いますかですね、体重差をものともしないところがありますね。そうですね、モーターが。さあ、そして捕まえてまた出てきたと。さあ、スーパーモデル。もはやスーパーモデルって言ってますね。スーパーモデルです。スーパーモデルなんです、彼は。さあ、太もものハートがいやらしく引っ張りました。さあ、コーナーに振って、素潜り名人、何を狙うか。わー、高い高い高い。はい、高い高い高い。わー。大丈夫ですか。さあ、ティンタシー大丈夫か。すごいですね、社会人の全ての仕事への憎しみをさ学生にぶつけるというですね、大人げなさすぎる攻撃ですね。低かったですね。とんでもなかったですね。さあ、そしておっと、呼び返した。バックエルボー。さあ、彼らの一番柔らかい二の腕の部分をぶつけていった。そして狙うはボディさあ、なんとかタッチ。そして最年長、最重量が出てきますよ。スーパーブーベイダー。最年長、最重量、いいですね。さあ、後継基本選手ですからね。そうですよ。さあ、体脂肪率は 46%。 さあ、そんなこと言ったらやられますよ。やられますか、はい、46はないと。ちゃんと引きしてくれましたね。30くらいか。あっと、さあ、広島名物もみじ打ち。なるほど、はい、もみじ。モミジコールがあれば有名なモミジを打ちます。さあ、しかしですね、このモミジコールでですね、一人のですね、鉄男という学生が傷つくことを覚えてほしいですね。まあいいですよ、彼は明日仕事ないんで。確かに、はい、さあ、そこしろでスーパーコート、前にも入れておっと、黒板で、うまい、丸が抜けいった。さあ、今までもですね、スリーカウント入れば勝ちですか。いや、勝ちですよ。逆にですね、ブルーベイダー選手は体が大きくて、はいはい、ああいう技が決まりやすいんですよ。そうですね。ああ、フルコンボだドン、鬼コース、太鼓の達人、インフードサミット2023。さあ、決まっていったところでね、ストライディング出てきたの。若干顔がちびまる子ちゃんの不思議に似てますね。本当にやられますよ。ああ、パワーパワー、スラム。そうこう言ってるうちに、そうですね、はい、本家藤木と違ってまっすぐな方向に行ってですね。そうですね。ああ、決して卑怯じゃないですよ。そして見せるのは、おっと、これはダブルアームシャンプレックス。人間風車、こんなこともできるのか、このおっさんは。さあ、テンタ決めろ、テンタ決めろ。さあ、千載一遇のチャンス。さあ、今日金の卵が孵化する瞬間を皆さん、そうですね、見てください。おさあ、バックチャンピオンから取ったらでかいですよ。これでとベルトへの挑戦の可能性もあるわけですね。そうそう、先ほどと全く同じ攻撃。ダメだダメだダメだ、腕があんな方向には曲がらない、曲がらないんですよ。すごいですね。いや、びっくりしましたね。シャネルのマークになってました、ね、さあ、走行行ってる間に、おっと、これはなんとかコーナーに連れていったゴールドテンタスティン。いや、しかし捕まってる状況は変わらないぞ。さあ、入ってきた地方公務員の星天草地郎。すごいですね、世の中にはいろんな公務員がいるもんですね。いろんな公務員がいますからね。おーっと、あーっと、ブレーンバスター、文字通りブレーンをバスターしていった。さあ、入ってきたカズト。さあ、ミスターエゴイスト、決めに行きますよ。さあ、オープンに打って、バスターも強烈アゴつけるに行った。カウントは2。おっと、隙を与えない、隙を与えない。かわして、わあ、くるくるドッカー。さあ、外に出ましたよ。いや、さあ、狙う。さあ、皆さん、バカとゲムイと学生プロレスラーは高いところがお好き。さあ、どれくらいか、天草次郎のダイブ。さあ、
ぜ客席から笑いが来るのか私に割り返す。さあ飛ぶのか勝つのも、あれ中継でしたね。そうですね。さあ自分の家のリビングと勘違いしているんじゃないでしょうか。さすがエゴイストですね。なるほど、あれがエゴというやつ。あれがエゴです。大人のエゴを見ましたね。さあそしてどうこう言ってるうちに、あまりに疲れ切った顔のゴールド選択へ腰を叩きつけられていった。コロコロ転がって、おっと、さあリング上に誰もいないという。そうですね。さあ、いや、いた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 、俺がいるぞと。おい、来い来い、来い来いと言ってですね、行ったらやり返すと。そうなんですよ、行きたくなくなりますよね。ジャイアンツ対のび太ですよ。なるほど。しかしのび太もですね、はい、映画になると、さあ刺激がさあ上手くなりました。そうまくいかない。ここでもう一つ上げていきたいところです。さあジャイアンは映画で優しい叩きつけると同時に後ろにちょっと入ってます。高い高いドロップキック、そしておっと蹴り上げて勝ち上げ、そして狙うのプレー、あ、わあ、垂直落下だ、垂直落下式終わりだ。お前まさかやるのか。なぜ泣きそうなのかわからない。カウントカウントラック。さあ健太選手頑張ってください。いやこれはだ、また腕が回らない。オオカミ流している。健太ロープが近いぞ。さあ健太頑張れ。いやこれは開始されてとどめの大正解です。ストラクリまさか見せるのはパラオキュータ椅子って聞こえましたよ。椅子って聞こえました。僕今一旦聞かなかったことにしましょう。ちょっと嘘だと思いたいんですけど。さあ夢が現実になってしまいましたよ。ちょっと勘弁してくださいよ。ああああああ彫刻のようなですね。さああたかもさあ近代美術のようになっているゴールドテンタス。声を上げたらしんどいよ。そうですね。さあこれはスリングブレード、リング上ではすごいですね光景が起こってるんですが、目がゴールドテンタス。さあテンタ写真撮ってあげてください。さあなんか結婚式とかで流したいですね。おっと見てください。やばいやばい、こんなことを言っていたらまさかまさかの同時にファイヤーワールドスーパープレー。ダブルホールドが見れましたね。このさあ誰かセンターを変えてないでください。レストラでこう置いてありますか。そうですね、このまま来年のモニュメントとして、そうですね、フードジャケット2024って。ダケー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 さすがの圧巻でしたね。そうですね、熊本という地が味方したんじゃないでしょうか。さあホーム有利ですが、本当に熊のような。そうですね、あんまりだよ、あんまりでしょう。かわいそうだよゴールドテンタスティンが。さあしかし今日メインイベント勝利したチーム熊本で大きな拍手をお願いします。さあ、そしてリング上にはマイクが一つありますよ。おっと、マイクと天然水が一つあります。天然水とマイク、どういう因果関係があるんでしょうか。しかし使うのはマイクじゃないですよ。ちょっと待ってください。一言言わせて。デスラで、KWF を今、俺が今ここ幸い立ってるから言うけど、KWF を代表してお前に感謝したいことがある。こんなフードサミット2023、最高のお客様と最高のお店の店員さんたちが作った祭り、俺たちも参加させてくれてありがとうございました。
さあ、この大会の発起人デストラデーのマイク。あの、楽しいっすね。あの、すいません、あのお前なんか言いたいこと飛んだわ。あの、すいません、あの今日この場所で、皆様と同じ時間を共有できたことが、僕にとって本当に宝物になってます。また来年もこの後輩たちを連れてくる機会があれば、先輩と後輩たちを連れてくる機会があればまた呼んでください。頑張ろうと思いますので、本日は最後までご観戦ありがとうございました。じゃあ最後にですね、熊持つダーで締めたいと思っておりますので、皆様ご起立していただきまして、熊持つダーで締めましょう。よろしいですか皆様。せっかくなので、最後盛り上がって帰りましょうかね。最高のフードサミットをみんなで締めましょう。はい、それではいきます。よっしゃ行くぞー。熊持つダー。長時間のご観戦、皆様誠にありがとうございました。ありがとうございました。